どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレトです。今回はトラストでできる短射程対策となります。トラストを使っていると長射程同士の対面だけではなく、自陣裏取りに来る短射程の処理などいろんな距離を相手にしないといけないところですよね。特に短射程は詰められると辛いところがあります。そこで今回は短射程に絞って対策をまとめていきたいと思います。武器種によって射程差もありますので、射程を 1.0 から 2.9 を対象にしたいと思います。この数値は試し撃ち上のラインを元にしていきます。動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。今回の対象武器はこちらです。今回の数値はローラーの縦振りなど考慮せずに進めていきたいと思います。基本的に塗りが強く、イカリンなどもつけている武器種が多いですからね。どれも攻められると対策がきつい武器ばかりです。しかも高台に対して意外とインクも届く武器が多いので、足元に来られても辛い武器が多いですね。では武器のおさらいができましたので次に行きたいと思います。まず最初に押さえておきたいポイントは、近づけさせない工夫をするというとこです。短射程の武器対策はこれに限ると思います。近づいてこなければどうってことはないですからね。では近づけさせないために有効なことを3つに分けて話していきたいと思います。1つ目は爆発矢の活用です。トラストを使っていると位置角に頼りがちになりますが、近づけさせないのが重要です。爆発矢もしっかり当てる意識をしていると、外したとしても少なからずダメージと足場を取れます。その後2発目を当てれば比較的倒すことが容易になるので、爆発矢を活用するのはおすすめです。位置角狙いすぎた場合はダメージすら与えれないこともありますからね。リスクを抑えるのも大事かと思います。慣れてくれば位置角狙いつつ爆発ダメを狙える打ち方ができますので、慣れないうちはこちらがおすすめです。2つ目は足場の塗りを整えるです。足場を整えるのは知ってると思いますが、問題はどこを整えるかです。整えている場所が自分の周りだけなのか、それとも最大射程まで塗れているのかで大きく変わります。これは相手の立場で考えれば危険度が分かりやすくなると思います。自分の周りだけでは少しの塗りと死角に入れば容易に裏が取れますよね。ですが広範囲で塗られていた場合は近づくリスクが上がります。また相手インクで移動先が分かりますし、スリップダメージも期待できます。スリップダメージが入れば爆発矢でも一撃で倒すことが可能になります。塗りがしっかりしてると安定しやすいですからね。ですが全部を塗るのは難しいので、高台から自分の連射打ちの範囲をある程度塗っておくといいかと思います。3つ目は味方を見るです。ここでは味方の状況を見るだけで大丈夫です。味方の対面に合わせてカバーをするとかありますが、その敵はどう動いてくるのかしっかり押さえておくのが大事です。味方がやられた場所から足場含めポジションが崩されていくので、近づけさせないために牽制する必要があります。そのために味方に目を向けて早めにリスクを発見するという方法です。3つ話しましたが、単体だけでは正直微妙です。なので3つを組み合わせるとかなり近づけさせない方法になるかと思います。近づくにも何かしらの穴があって攻めてきますので、メインだけではなくマップも活用して距離感を維持したいというところですね。続いてはポイズンによる場所潰しです。メインの射程が強力なのでメインに頼りがちですが、サブの活用も大事です。メインに近くは確かにいいんですが、ドンピシャで当てなければ有効ではないんですよね。外しすぎて時間がかかれば敵の準備も整えますので、状況がさらに悪くなります。そこで重要なのがサブになるわけです。ポイズンに関しては壁裏やいてほしくない場所に投げておくだけで相手は居づらくなります。しかも味方が音を聞いて挟み撃ちもしてくれます。これを活用して相手の場所を潰すわけです。無理に攻めてくれば移動速度も遅いので狙いやすくなると思います。インク切れも起こしやすくなっていますので、近づかれても有利に立ち回れることもありますね。投げておけば逃げやすくもなりますので一石二鳥です。いろいろ便利なサブだと思います。続いては後ろを取るです。これに関しては近づかれた時にする方法です。最後の手段ですね。
まずどの武器にもエイムは必要です。その中でも背後へのエイムは難易度が高く外しやすいっていうのがあります。そこを利用して相手の後ろに回り込み攻撃する方法になります。この時に障害物を挟んでぐるぐる回るのも有効です。またポイズンを投げて動きを鈍らせれば多少は勝率が上がります。ですが注意が必要です。ここで倒すことを優先するとリスクが上がります。時間を稼ぐことが大事です。とにかくカモンボタンを押して味方に危険を察知してもらいつつ時間稼ぎながら倒すから倒すという感じが大事です。あくまで最終手段なので倒す手段にしないようにしましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。トラストでできる短射程対策はいかがでしたでしょうか。短射程はしっかり射程の圧がかかれば問題はないんですが味方や塗りの状況によっては大きく変わります。近づけないように事前に対策を練って潰していきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。